いや、久しぶりに乗ったらやっぱ違いますよね。いいですよね。まさき駅に寄った時にこれ見たんですよ。ちょうど自分たちが着いた時にこれが来て、あ、今度はこれに乗りたいねって寄ったんですわ。だから今度たまたまのがこれが日南線を走る、それを見たというもんで、それ絶対乗ってみようか言って、それがきっかけですよね。宮崎に来て実は初めて電車に乗ったのがこれで、いい感じかなって。でもちょっと揺れますね、はい、子供がすごい喜んでいるからすごい乗ってよかったです、はい、楽しい、すごく楽しかったです。この木目調な感じとかすごくかっこよくて、日南線とまた違った雰囲気ですごくいい感じですね。主人がこういうのが日南であるよっていうのを教えてくれて、で子どもたちがすごく電車が好きなのですぐに応募しました。楽しかった。よかったね。